はい、皆さんこんばんは。今日はですね、最近人気のアクアについて辛口で評価をしたので、それを話していきたいと思います。で、アクアね、いろんなところでコメントでぶっ壊れだとか修正綺麗みたいなねのは聞きますけど、正直そうでもないかな。まあ確かにスキル1はめっちゃではないか普通に強いです。スキル1で1000万出せるポテンシャル持ってますし、他の方もね1000万とか出してるので強いっちゃ強いです。で、まあその何が強いかっていうと、まあ大量消去できるところだよね。こうやってアクア繋いでるだけで、まあ20、30消えてくれる点はやっぱり強くて、で、何が他に強いかっていうと、サブ詰めの影響がほとんどないんですよね。やっぱ2種類になるので、ちょっと全然アクア振ってこないんだけど、感じすごいね。そう、だから、まあ言うたら誰でも、点数出せますよっていうキャラなんですね。ね、辛口で評価する言ってんのに、すっごいしてないんだけど、まあ、ここからです。じゃあ、このズーム、スキルレベル上げたらどうなのってところなんですよ。みんな強い強い言ってるけど。で、まあ、僕もね、スキル6の動画上げてるので、点数見てもらえればわかると思うんですけど、スキル6で、2000万しかいかないんですよね。2000万しかいかないんですよ。2回目。ね、2000万って別に全然高いスコアじゃないんですよね。よいしょっと。言ったら最近のツムで言ったら、暴れん坊スティッチだったり、なんだっけ、ブーとかと同じレベルです。ちょっと、なのでそんなでもない。本当にさらにコインもそんな、まあ54のみで5000枚くらいかな、この感じなので、そこら辺のスキル6の消去系と何ら変わりないレベルです。だから全然強いとは言えないツムです。おちょっと、ちょっと最後集中してる。おお、真の力来た。6000枚近くか。なので言ってもそんなかな。です。スコア、まあ僕もね、こんだけいろんなツム260種類以上いるのかな、全部使ってるので、2000万が高いか低いかなんて分かりますし、まあぶっちゃけ低いです。で、さらに言ったら、使い勝手もそんな良くないんですよ。2種類になってるけど、あのシャドウとアクアの比率、まあ大体ね体感で分かると思うんですけれど、やっぱりアクアの方が少し低く出るようになってると思うんですよ、設定で。出るかな、スキル。うん、絶対少ないと思うんですよ。そう、だから、使いやすいかって言われたら、ここを繋ぐのも大変だし、なんならスキル、レベル低いと、効果時間も低いから、繋ぐの見つけるだけで精一杯だったり。して思うように、まあ、スコアが伸びなかったり、コインが稼げなかったりすると、思うんですね。で、じゃあ、スキル効果時間伸ばそうと、スキルレベル上げても、そんなめちゃくちゃ行くわけではないので、やっぱり、うまく噛み合わないというか、そんな強くないんですよ。そう、だから、まあ、何が言いたいかっていうと、正直まあ、やり直ししますけど、スキルレベル低くて強いからって、スキル上がったら強くなるとは限らないってところを言いたかった。
そう、それでね、損する人がね、いると思ったので、今回。特にね、人気のある、まあ、キングダムハーツのキャラってことで、みんな欲しいっていう人もいるし、まあ、あれかな、CM とかでやってんのかな？まあ、LINE の方、公式 LINE か。の方でもなんか、ライブとかしたりしてね、すごい、あ、このツーム欲しいってゲットして強い、じゃあスキルレベル上げよう、上げたのに強くないってなって、スキルチケットとかね、損する人が、ね、いないか心配だったので、まあね、注意してほしいなってことで、上げました。そう、なので、とにかく、いろんな情報を見てから、スキルチケットなどを使うようにしてください。ってことかな？言いたかったのは。まあ今、いろんな情報が出回ってるので、このズームが強いか弱いかなんていうのはわかると思うので、とにかく自分が損しないようにだけ気をつけてください。はい、ということで今回ね、アクアの辛口、スキルレベル上げてもスコアもコインもそんないかないよっていう動画でした。バイバイ。